ナイカオ TV。 まあ今回網戸の張り替えをしましたが、もし自分でやる場合は、正直網の目がまっすぐになってようがなってなかろうが、そこまで厳密に気にする必要はないんじゃないかなと思います。ちゃんと腫れてさえいれば、あの 虫の入り方っていうのは別に変わらないので、無理して目を合わせようと思って何回もやるよりは、多少あのずれててもちゃんと綺麗というか、ちゃんと張るのが第一条件なので、はい、自分でやる方はそこまで気にしなくても、僕と一緒にやってもらえれば全然綺麗に張れるんじゃないかなと思います。それでもやっぱり網の目ちゃんと綺麗に張ってほしいっていう方は、私たちプロにお願いしてもらった方が早いし、あの自分で道具揃える手間もないし、いいと思います。なのでぜひ網戸張り替えのご用命は成田工務店までよろしくお願いします。バイバイキーン。